はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。血は力なり、血は力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。ね、先ほどの動画に続きまして、本日撮影日、2019年の11月の1日金曜日、ちょうどですね、英語民間試験を次年度の大学入試使うのを延期しますということが文部科学省から発表がありまして、そのままこの動画を撮っております。で、その中でですね、世の中のいろんな意見ってありました。英語の民間試験を大学入試に使うことは反対、一方でそれを賛成、どちらもの意見っていうのが世の中である中で、私が、ずっと取ってきたポジションっていうのが両立て。両立てってどういうことかっていうと、両方ともにいい顔をするってことなんですよね。で、いい顔をするっていうことがどういうことなのかっていうのをここに示しておこうと思います。で、そしてですね、今日時点で、英語の民間試験使うのこれ延期しますっていうふうに言われたので、ね、延期してくれってことを思ってました、思ってまして、こちらがいよいよ現実になったということで、両立てしていたものが片方が叶うっていうことは片方損することになるんですよね。今日はうちの両立てをしてきたものといろいろの中の損切りリストっていうのを動画でお見せしてみたいと思います。まあ、正直塾の損切りリストっていうよりは、私個人が今年からまあずっと半年ぐらいいろいろ動いてきた中で、もうやってもやんなくてもよかったこと、お金かけてもかけなくてもよかったことっていうのを一つずつお話をしてみたいと思います。じゃあ早速いきましょう。損切りリストの1、ですね、6月の23日の日曜日に英検 CBT を私自身が名古屋まで行って受験してきました。で、しかも6月23日の時点で英検 CBT で受けられる受験級の一番難しいのって英検の2級です。英検の2級です。で、私ね、自分の英語力だんだん積み上げていく際に、今からちょうど3年半前に英検の準1級って取ってます。で、頑張りました。ようやく私英語苦手だったのにすごくレベル上げたんですよね。で、英検の準1級持っているにもかかわらず受けに行ったんですよ。理由なんでっていうなら、コンピューターベースのテストっていうのを実際どうやってるかって、私が体験をしてきて、それをうちの塾生たちにこうやってやるんだぞっていうことを身をもってね、そのテストのシミュレーション経験あり、シミュレーションじゃないですよね、実テストの、受験経験があるものを生徒へ、具体的にね、体現的に落としていく、ね、パソコンの使い方はこうだよとか、ね、実際現場行ったらビビるよみたいなことを一つずつ伝えていくっていうことの経験値を得るために、わざわざ2級受けてきたんですよね。ね、で、正直言います、やっぱね、 CBT 独特でこけちゃったっていうことがあって、これ満点取るつもりで行ったのに、ね、8割5分ぐらいしか取れへんかったとかいう恥ずかしいことあるんですよ。ね、大学受験で、ね、英語を教える立場の人間ですよ。で、しかも、私だと今預かっている生徒さん向けに、国立の医学部医学科の英語とか長文全然平気に読んでいって、これってこれでどうでしょうとかいうふうにこうね、ドヤ顔してね、授業をしているところで英検の2級で8割5分しか取れへんっていうね、もうものすごい恥ずかしいっていうね、思いをしながら受けてきたんです。これね、名古屋までわざわざ行きました。休みの日1日潰して行きました。英検2級の受験料も払いました。大垣から名古屋までね、交通費って片道770円もかかります。往復で言うといくらでしょうかね、1540円ですか、かけて行きました。だいたいね、ここで1万円ぐらいね、わざわざ投資したってことはね、無駄になったんやないかなというふうに思ってます。思ってますけど、後で違うこと言いますからね。はい、これがまず1点目でした。2つ目、応募者から発売されている、7日間完成の、予想問題ドリルっていう問題集がありますね。私好んで使うんですよ。うちの塾でも英検の2級ぐらいを取って、推薦入試受けに行きたいですっていう生徒さんに向けては、これ使って個別指導をやるだったりとか、これを、使いなさいっていうふうに与えて、試験の直前にね、これバリバリやってみるっていうことを、して分かんないこと持ってきてごらんっていうふうな、個別指導ってやるんですよね。で、こういう書面のものでね、かなり英検のテストそのものに近いようなレイアウトをしているので、これね、すごく使いやすい。このテキストのいいところっていうのは、私個人的にはライティングの対策ってすごくこれでやりやすい。
で、これでライティングの対策やっていけば、いわゆる、ライティングの採点をされるときに、人間が採点しても、AI 採点になっても、割とね、まとまった点数取れるなっていうことが、形式、まあなんて言うんでしょう、英作文の型式、それが身につくなっていうことが、私の塾で、これ使って個別指導すると、できるなっていう実感があったので、好んで使ってます。ね、今年からなんと、オーブン社、表紙返しちゃったんですよね。なんと。で、表紙からだなというふうに、ちょっと巷の書店行って見てみて気になったので、中身見てみたんですよ。まあ中身ね。あ、こんな感じ。全然ね、レイアウトは変わったけど、中身な、特段目新しいことはないしな、というような印象を持ってたんですよ。まあ、前のに比べて解説が読みやすい印象は受けるかな。でも、わざわざこっちに変える必要ないかなって思ってたんですよね。よいしょと。お値段1400円。こっち見てください。わかりますね。お値段1200円。200円値上げしよったっていうふうに思ってたんですよね。で、ここの帯にも、こうでしょ、従来の英検も、英検 CBT も、大学入試向けの新方式も、すべて対応って書いてあるじゃないですか。何が対応してるんだろうと思って、わざわざこっちの新しい方買ってきて手元持ってきたんですよね。古い方でええわ。古い方でええわ。正直言います。古い方で全然対応できます。いや、まだ在庫あるし、うち私が自分で授業の時使うものとか先生たちに持たせるものってね、これね、奥のね、うちのストックにね、まだね、5冊ぐらいあるんですよ。で、しかもバージョン上がったものを買って、っていうね、こっちじゃないっていう必要性はあまり感じないです。見た目がいいだけで200円も値段上がるっていう風に言うね、人情商法やねえか、これっていう風に、オブジェさんごめんなさいね。ひどいことディスってますけど、需要を見込んでわざわざ作り替えて値段上げて中身そうも変わってへんみたいな。でも買ったわっていう風に言います。喋れてないですね。でも買ったわっていう風に言います。買いましたよね、私。はい、1400円っていう風に。さっき小一番使ってますから、ね、1400円ぐらいね、ごちゃごちゃ言うなっていう風に言われそうですけど、うん、まあこれ、損切りの一個。まあこっちいいです。英検はいいんですよ。まだ使えますからね。三つ目。GTEC CBT 公式問題集。で、それから GTEC の過去問。世の中的に GTEC CBT ってどういうテストをやるのっていうことが、明確に、市販のね、巷の、書店で手に入る参考書っていうのが、多分、これしかないんですよね。ベネッセが出してます、GTEC 公式問題集、CBT って書いてあるから。ね、CBT って書いてあるから、まあ、とりあえず、まさか大学共通テスト始まった時代になって、英語の民間試験活用しようってことになった時に、私、塾屋だから、ね、預かる生徒さんに向けて対策しなきゃいけないじゃないですか。で、対策しなきゃいけないからっていうことで、とりあえずね、購入はしたんですよ。ね、めっちゃ高いんですよね、これ。お値段、税抜き2727円。いくらになるんや、消費税 10% ですから、うん、まあ大体3000円か。これ3000円するんですよね。うん。ね、で、中身見てみて、私もね、各高校さんで生徒に実施してる GTEC って、あまり何がどうなってるって分かってないので、こういうもの見てみてね、何なんだろうというふうに思ってたんですけど、もうこれチラチラチラって見てただけなんですよね。これの対策って、まあ今年のお正月中にちょっと休みいただく中で読み込んでみようかなっていうふうに手元に買って取っておいたんですよね。GTEC CBT、使いどころが全くなくなりましたよね。全くなくなりましたよね。うん。で、それから、GTEC CBT を私が受けようっていうふうに思うと、受けますっていう申し込みをして、どこかへ私が出向いて受験しない限り、実物に出会えないんですよね。だからどんなテストか分かんないなっていうふうに思ってたから、まあ、とりあえず GTEC って各高校生たちが今学校で無理やり受けさせられているものあるじゃないですか。ね、それの過去問があるよっていうから、これも購入してみたんですよね。別にちゃんとやってるわけじゃありません。とりあえずストックに持っておこうっていう。お値段2000円。結構な値段しますね。まあ多分これあれですよ。トイックの公式問題集なんかもいいお値段しますけど、で、GTEC の公式問題集、過去問題集も、うん、分厚いし、お値段もしますし、で、ドーンで書店に置いてあると、まあ、いる子は買うんですよね。うん、仕方ないじゃん、いるからっていう。民間の英語試験を、大学入試に使おうっていうと、まあ、こういうね、波及する、なんて言うんでしょう。
プラスの意味で言えば経済効果、悪く言えば便乗商法っていう風に言うかね、こういうものあってね、難儀な世の中になったなっていう風に思ってたんですよね。だってセンター試験だったらセンター試験対策っても一個やけど、それがね、分岐するってことはバリエーションが出ちゃっていろんな本買わなきゃいけないって、うちの対策困るし、勉強するための投資っていうのが増えちゃうなっていう風に思ってたんですよね。はい、ということでここの2つ、何ですっけ、GTEC の公式問題集が税抜き2727、あで、それから、GTEC の過去問題集が2000円ですか、うん、ああこんだけお金かけたなと。あちなみにねこれ税別です、1400円の税別なんで、うむ、消費税テンパー入れますと1540円、あ、こっちもテンパー入れますか、うん、まあまあ、やっぱね、こうやってめちゃくちゃ金かかるんですよね。ねえ、これなあ、どうなんやろうっていうふうに、なんかもやもやしながら私って塾生たちと一緒に対策しようってことはしていたので、あらゆる試験に向けて労力、戦力を分散してしまうっていう、その手間ね、これがなくなったっていうのは、個人的にはね、安心材料やなっていうふうに、思ってはおります。さあ、ということで、これだけのものを損切りします。私的には。まあ、やらなきゃいけないこともぽいというふうに、これ、置いときますし。で、また、これもね、一体正体が何だろうってことが分かんなかったので、私、わざわざ取り寄せるっていう申し込みをして、中読み込んで、なんか偉い生徒が複雑やな、とかいうふうに言ってましたけど、これもまた、ぽいというふうに、横置いときゃいいよっていうふうになったな、というふうに。はい、損切り。こんだけ全部、1、2、3。それから、共通 ID、はい、損切り。というふうにしておいていいと思います。で、じゃあ一方でメリットは何かあるのっていうと、私じゃあこれを損切りするっていうことに中で捨てるわけにはいかず、個人的にはね、自分のね、こう塾として生徒をお預かりして、生徒たちに大学で行きたいとこ行けるようにっていうような指導のネタとしてね、手に入れたことはやっぱいくつかはありますんで、そこはねちょっとね、捨てる前にリサイクルみたいな風に得たこともあるよっていうのを述べておこうと思います。はい、そうですね、英検 CBT の対策、これね、多分世の中的にちゃんと持ってるよっていう塾屋さんいないです。中学校の、生徒預かる子とか高校生預かる子の、なんて言うんでしょうね、ごめんなさい、今のところもう一回言い直します。中学生をお預かりする塾さん、それから、高校生をお預かりする塾さんの中で、うちは英検 CBT の正体が分かってるから、こうやってやってきたらいいよっていうことをノウハウ持ってらっしゃる塾さんっていますかね。ちょっといたらね、教えてください。なかなかね、私ネットとか探してたり、YouTube 動画見てても、私とあの人とあの人ぐらいっていうぐらいしか、見つけたことないんですよね。私の情報収集が弱ければ申し訳ないんですけれども、私持ってます。ああいうやり方すればいいっていうね、ノウハウ持ってます。当塾ノウハウありますよ。ちょっとドヤ顔しようときますけどね。コンピューター使うときに、これこういう風やからっていう現場が見えます。ね、シミュレーションできます。で、それから、テストを受けてきて合格するっていうための、個別的な戦術のレベルはやっぱ持ってるって今言ったじゃないですか。今度は、英検 CBT を使って、英検を合格することによって、自分の行きたい次第に行ける。または、自分の行きたい、次第の推薦入試を受ける材料にできるっていう。これが、旧来の世の中と変わってるんですよね。英検 CBT、これを使うことによって、英検取れたからっていうことで、英検2級を外国語学部受けに行くことか、必須にされている、ところ、これでね、合格出るよっていうふうに言ったりとか、または、英検持ってると、入学金が半額になるとか、入学金が全額免除になるなんていう私立の大学ってあるんですよね。そういうところに向けて、まあ、推薦で合格もらったら、もらった後に英検取っても、入学金半分でいいですよっていう風に言う学校とかあるんですよ。岐阜県内にも一つあります。そういうところへ向けて、10月、11月の公募推薦とか栄養入試とかで合格もらったよっていう子、で、12月、1月、2月、3月。で、何もやることなく遊んじゃうでしょ。そこで、英検 CBT 受けるために、もう一回英語詰め直そうってことやってみてください。ね、それぞれの生徒さんの力量次第ではありますけど、まあ3ヶ月あればね、順に受かる余裕だと思います。2級受かる、頑張ってください。とかいうような作戦立てもできるし。で、それを何日に受けさせようっていうような受験戦略って、私なら組み立てられる。そういうものをご提供できる。
という材料を得てきたので、まあこの損切りリストね、今右側にこうやって書きましたけど、まあこの中からこれだけ回収したか、まあいいんじゃないかなっていうふうに思います。自分で投資した、まあざっとね、ここでまあ多分あの現金で言うと2万円ぐらいお金出して、うわこんないらんことやったっていうふうに言いますけど、ノウハウ手に入れたんでね、私としてはね、これを塾生たちに還元していくことで、まあ自分の商売にもね、もう一回生かしていくかなってことができるので、はいかなというふうに言っておこうと思います。では本日の動画は以上。お疲れ様でした。また見てくださいね。